セバスチャン・コルダは、アメリカ合衆国、フロリダ州、ブレーデントン出身の男子プロテニス選手。ATP ランキング自己最高位は、シングルス45位、ダブルス186位。これまでに ATP ツアーで、シングルス1勝を挙げている。身長196センチメートル、体重77キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 父親兼コーチは元プロテニス選手で、シングルス最高2位のペトルコルダ、母親も元プロテニス選手のレギナライフルトバー。7歳年上の姉のジェシカ、2歳年上の姉のネリーは、共にプロゴルファー。3歳からアイスホッケーを始めたが、2009年の全米オープンを、現地観戦後に、テニスへ切り替えた。 2018年全豪オープンジュニア男子シングルスの決勝で総春金を下し優勝した。翌2月に行われたニューヨークオープンでワイルドカードとして初めて ATP ツアー本戦入りし1回戦でフランシスティア4に1から2で敗れた。同年5月にバイドレーシュで行われたフューチャーズのダブルスでオールランドルスとペアを組み初優勝を果たした。 2019年全豪オープンで初めてグランドスラム予選入りし、初戦でソエガツに敗れた。2020年8月に行われたウェスタンサザンオープンでアッティラ・バラージュ、ジル・シモンを下し ATP マスターズ戦、本戦初出場を果たし、1回戦でエミルルース・スブオリに1から2で敗れた。翌週行われた全米オープンでワイルドカードとして、 グランドスラム本戦初出場。1回戦で、デニス・シャポバロフに1から3で敗れた。9月に行われた全仏オープンの予選で、ミッチェル・クルーガー、ブレーデン、シュナー、アスランからツェフをすべてストレートで下し本戦進出。本戦1回戦は、アンドレアス・セッピオを3から1で下し、グランドスラム初勝利を挙げると、回戦で、第シードのジョニズナーを回戦で、 ペドロ・マルティネスを破り4回戦進出を果たした。4回戦では、世界ランク2位で、全仏優勝12回のラファエル・ナダルと対戦したが、1から6、1から6、2から6で破れた。試合後にはナダルより、ウェアに、直筆メッセージを書いてもらった。11月に行われたチャレンジャーエッケンタールで、ラーム・クマール・ラーマナータンを2から0で破り、チャレンジャーのシングルスで、 初優勝を挙げた。1月のデルレービーチオープンでは、1回戦のクオン、スーンウオ2から0を破り ATP ツアーで、初勝利を挙げると、2回戦で、第5シードのトミー・ポールを2から1、準々決勝で、第2シードのジョニー・イズナーを2から1、準決勝で、キャメロン・ロリーを2から0で下し、決勝へ進出。決勝では、第4シードのフベルフルカチと対戦し、 3から6、3から6で敗れた。同月行われたカンペールチャレンジャーでフィリップ・ホランスキーを2から0で下し優勝。チャレンジャー2勝目を挙げるとともにシングルスでトップ100入りを果たす。3月のメキシコオープンでワイルドカードで本戦入りし、1回戦のマリン・チリッチを2から0で下し勝利。続く2回戦ではフェリックス・オジェアリア・シムに0から2で敗れた。 同月のマイアミオープンで、1回戦のラダールボットを2から0、2回戦で、第10シードのファビオ・フォニーニを2から1、3回戦で、前週のドバイテニス選手権を優勝していた第17シードのアスランからチェフを2から0、4回戦で、第5シードのディエゴ・シュワルツマンを2から1で下した。準々決勝で第4シードのアンドレール・ブレフト、対戦し、5から7、6から7で敗れた。 英語と、チェコ語のバイリンガル。憧れの選手は、ラデックス・テパネク、ラファエル・ナダル、父親のペトル。NHL のボストン・ブルーインズのファン。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退。 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。